こんにちは、マシュマロボーイです。ということで今回は笑ってはいけないでニャンチュー見ていきたいと思います。皆さんはニャンチュー好きですか？ニャンチュー見てましたか？まあ俺はたまに見るくらいでしたわ。毎日やってた？やってなかったよね。休日やってるイメージ強いんですけど、あんまニャンチューで思い出はないですね。ずっと笑ってますからね。笑顔が素敵だなって思ってました。ということで今回そんなニャンチューで笑ってはいけないやっていきたいと思います。さすが大社熱い死ね。 3, 2, 1, YO! サンディエゴ OK! ではまずこちら、空気の読めないニャンチュー。空気の読めないニャンチュー見ていきましょう。ニャンチューはね、かなり空気読めなさそうな顔してますからね。一人称ミーのやつ、だいたい空気読めんだろ。カツ丼マンとかも一人称ミーですけど、空気読めんだろ、あいつも。みんな、元気？うん。ニャンチューワールド放送局、DJ のクミでーす。うん。そういう系ね、お遊び系でございますわ。空気読めないどころかまともに喋れてすらなかったべ。あら、にゃんちゅう、口の周りが汚れてるみたいだけど、うん、にゃにかにゃ、あ、これはおまんこだにゃ。最低だよ。は、口の周りがおまんこ、なんそれ、意味わからん。めっちゃ羨ましい。え、この口の周りについてるチョコレートみたいな汚れがおまんこ。いや、お前それすごいな。どんな君にした？もしくはやっぱあれですよね、にゃんちゅうが女性器と肛門の違いを分かってない説ありますよ。肛門を女性器だと思ってめっちゃ舐めたらめっちゃうんこついたみたいな、そういう説もありますよね。これはおまんこだにゃん。やっぱりあのおまんこは絶品だにゃ。でも猛者やんな。1回や2回じゃないですよこいつ、何十回も舐めてますね。にゃんちゅう放送中よ。顔にあんこをつけたまんまスタジオに来て、しかも手で拭いてペロペロ舐めるなんて。おまんこ食べようとしたら放送が始まる時間になっちゃって、それで急いで食べてきたんだから仕方ないにゃん。にゃんずい。はい、召し上がれ。いただきます。うんこや。いや、え、あ、うんこや、絶対うんこや。このにゃんちゅううんこ好きですね。お話ししたかったらお口の中の食べ物がなくなってからにしてね。デザートはバナナだにゃ。わじゃありません。はぁ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 。ちょっとパワープレイすぎるって。デザートはバナナだにゃとか言ってたけど、いや頑張ったらバギナに帰れたって。途中です。まだ全部食べ終わっていません。しかし近くにあったおもちゃを見て急に遊びたくなりました。さあどうしますか？うわあ、もちろんおまんこで遊ぶ。急に出てくるやん。なんかやだわ。こんなんでしか笑えないのが本当に悔しいわ俺。もう嫌になっちゃいますね自分がね。ほらもうやだ。うん、続きのお食事をどうぞ。はい。最低だよこいつ。なんだや。は、飯もまともに食えんけ。空気読めないどころじゃないよ。モラルもマナーも何もないよ。生き物として終わってるよ。片付けるぞー。とっ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 とみんにゃもマナーには気をつけようにゃ。いや、ひどかったですね。もう後半正直、お姉さんの胸元しか見てまへんでしたわ。NHK 教育バトル、にゃんちゅう VS ウータン。ここから先に進めるのは、選ばれし者のみとなっており、これから目の前で起こることは、決して人に教えてはいけません。お姉みたいな歩き方してるやつおると思ったら、うけつさんやったわ。うけつさんでしたね。決して。うん。ん？うん。
愛くはねえだろ。いくらなんでも可愛くはないぞ、この顔。スイちゃんの体ぶち破って出てきたってこと？このニャンチュ。スイちゃんの体の中から出てきたってこと？あ、なんそれ？え、羨ましいニャンチュ。え、しかも、今のスイちゃん、めちゃんこナイスバディでしたよ。え、そのスイちゃんの体の中からニャンチュ出てきたってやばいな。羨ましいな、ニャンチュ。シュードライス。うん。気をつけろ。ストラク実力は保身と同等かそれ以上。うん、どうしても殺したい理由が。やっぱキモいな、コッシー。この携帯のコッシーマジでキモいな。いや、コッシーも怒りたくなるんじゃないですか。だって今スイちゃんやられちゃいましたよ。この世界のコッシーとスイちゃんどういう関係か知らんけど、現実世界だとセフレですからね。あるんだ、俺たちをな。この先に奴がいる。真っ向から立ち向かい飛ばせ。うん、前ならできる。行け。うん、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 化け物め。うん、コッシーの白ブリーフマジでしんどいっすね。だってただの体色塗ってる変態さんだもんね。怖っ。ニャンチューさん顔怖くないっすか。目開いてんのか。え、目開いたらそんな感じなん。めっちゃ怖いやん。3、2、1、YO! 交換OK! ということで、笑ってはいけないニャンチューでした。まあ、もうすぐ夏休みになると思うので、夏休みになったら、いや、わかんないですけど、ニャンチューね、放送回数増えるんじゃないですか？夏休みは。わかんないですけど。全然知らんけど。ということで、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメント、よし、それでは同じぐらいのニャンチューでお会いしましょう。さよなら、See you next time! 明るく外せばシャグの味。この村には、昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないと祟られる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。六十円、六十円。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメビウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄。いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。タカタカタイガガタガタ抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れだね。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ。まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にかすだって一生懸命生きているんだ。矢にかすなめんなよ。闇神様。